チップセットウリーは台湾の半導体メーカーで半導体メーカーオーリーの100%出資の子会社であった。主に p c a t 互換機向けのチップセットを開発、製造していた。2006年2月に NVIDIA に買収された。2003年に製造されたインテル向けの AM1683 が事実上最初の製品である。それまでの製品の多くは ノースブリッジとサウスブリッジ間が PCI で接続されていたが、この製品はハイパートランスポートで接続されており、ノースサウス間のボトルネックが解消された。M1683 のサウスは M1563 と接続された。AMD のアスロン64向けの M1689 ではメモリコントローラを省くことができたため、 ノースブリッジとサウスブリッジの2チップの機能が1、チップに収まった。低コストでありながら、性能も良く、ファンデスで動作することから、これを採用した、マザーボードメーカーが増えた。なお、M1689 の1世代前の製品である。M1687 は、AMD8151 の OEM である。サウスは、M1563 と接続された。 同じく AMD 向けの M1695 は、ハイパートランスポートと PCI Express トンネルチップであるが、M1689 の転用である、サウスチップ M1567 との接続により、PCI Express X16 と AGP のビデオカードのネイティブ接続を実現させた。NVIDIA のエンホースシリーズより低発熱で安価であることから、マニア層に人気となった。 2005年9月に発売された M1695M1567 搭載マザーボードのアスロック社製939デュアルシリアル ATA には日本の自作パソコン市場では珍しく大ヒット商品となり2006年にもマイナーチェンジ版である939デュアルビスタが発売されるなどロングセラー商品となった時期 a m d 向け製品の M1697 は PCI Express のみのサポートで M1575 のサウス機能を1チップに収めた仕様である。M1697 搭載、アスロック社製939-332、ESATA2939-3ESATA には NVIDIA 非公認であるが3をサポートしている。 939332サタには M1695 を追加することで NFORCE4 ス s スック x 1 6に匹敵する機能を持っている。このマザーボードは3アダプターが付属し、廉価で3が構築できるという構成となっているが、現在の GFORCE 用ドライバではこのマザーボードで3を使用することができなくなっている。 PCI Express South Bridge の M1573、M1575 は、AMD プロセッサ向けチップセット市場で NVIDIA と、ライバル関係にある ATI のチップセットの、ノースブリッジを支援する形で普及したが、ウリーが NVIDIA に買収されたことで供給がなくなった。また、トランスメタ社の CPU、クルーソー、エフィキオン搭載のノート PC の South Bridge には、 ウリー製のものがほぼ独占状態で採用されていた。ウリーがエヌビディアに買収されたことにより供給の途絶が危惧されたもののトランスメタではこのことについて問題ないと発言していた。なお、2007年2月にトランスメタ社は製品の製造、開発を中止した。エヌビディアに買収後のウリー製品は必要としている顧客向けに製造、出荷が続けられた。 2007年11月、アスロックから M1695 エンフォース3250搭載のマザーボードや AV ネットというメーカーの組み込み向けマザーボードのサウスブリッジとして搭載された。2010年11月、n v ビディアはチップセット事業から事実上撤退することを表明した。オーリー、ウリーチップセットの歴史その午前2時や ATI まで手を広げるも、 買収で終わった、オーリー、ウリー、大原裕介、2010年6月21日閲覧。ありがとうございます。